そうそう皆さん、はい、重大ニュースが、はいはい、あのですね、視聴者さんだと思うんですけど、うん、スクイーズがね、届いたんですよ、事務所に。嬉しい、すごい嬉しいことだよね。ありがとうございます。ちょっと俺言っとこうか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コップに納豆券めっちゃ可愛いね。それにキーホルダー。お、見て、コーヒーの中にこんな絵が描いてあります。いろんな違う絵がある。あ、気持ちいい、うん。ありがとうございます。白クマが一番大好き。猫ととんかつが大好き。とんかつ。とんかつ。とんかつ。うち猫たち。とんかつと白クマが好き。私とんかつと猫が好き。にゃんにゃん。え、なんでとんかつなの？とんかつ。なんか可愛い。とんかつ。なんか口が可愛いとほらいつもポーンって開いてるけどポーンって開いてる。なんかそれにとんかつ美味しいし、うん、美味しい美味しい美味しいよね。美味しい美味しい。わかるけどなんでとんかつなのかなと思って。いや、あ、口がポカンって開いてる可愛い。普通に可愛いから。うん、同じ。あと目が、まあ、目と口がポカンで可愛いと。まあ住みっこ暮らしは全部可愛いけど、ね、猫はもうほんここひげじゃない、ね、お姉ちゃんがねめっちゃ住みっこ好き。じゃあ書いて自慢やね。うん、触りましたよ、すみっこ。後ろも、すみっこちゃん、めっちゃもちもち。スクイーズしてる。だから気持ちいい。で、戻っていくって。押したら可愛いかなこれでお茶飲みたい。こういうさ、ごくごくごくコップがあったらさ、絶対毎日使う。毎日使う。洗って、ごくごく。洗って、ごくごく。洗って、ごくごく。やっぱ隅っこ大人気なんですね。大人気ですね、絶対に。もう筆箱もね、財布もね、あの鉛筆も消しゴムもね、持ってる人いるからね。うん、知ってる。ランドセルカバーも。隅っこ暮らしってなんぞや？ね、隅っこ暮らしは、まあ、隅っこにこう、こういう感じで座ったり、固まってる、固まって座ったり、ソファーの隅っことかね。そう、隅っこで固まる。例えば、机の隅っこみたいな。それ見たからなんか窮屈とかあのなんか窮屈になってね、なんか窮屈になってるのが、うん、これキューってなってるやつもあるし、こういうやつもあるし、なんかこう乗っているのもある、うん、あ、生活してんのみんなで。そうそう、みんなでゴローンっていう感じで生活してるから、寝転がったり、そこのポーズみたいな感じが可愛い。可愛い。それにさ、すみっこのゲームもあるよね。あ、あるよ。すみっこ暮らしはお店始めるんです、村を作るんですよね、うん、そうそうそう、見つけた。あ、ねね、セリアちゃんからね、すみっこの猫のガムもらった、誕生日プレゼントで。誕生日プレゼントでガム。そう、お菓子。ねねのお気に入りは白クマと猫です。欲しいです、これ。とてももっと全部全種類欲しいです。アリサのお気に入りはこのトンカツとペンギンハテナかなです。とこのトンカツはこの口がポカンって開いてるところと目がボーっとしてるところが可愛いです。リナのお気に入りはトカゲです。ここにはなんか後ろにこんなんがあるけどトカゲ、うん、中がこんな風になってます。絵が描いてあります。今回はすみっこ暮らしカフェバージョンのスクイーズを紹介しました。プレゼントをしてくださった視聴者の方、ありがとうございました。ありがとうございました。いいコーヒー豆使ってる。